<P>. どうも PDR さんです去年の11月ごろ UM が徹也と空知主演の映画「明日君のいない世界で」を今年公開すると発表しましたそれについての動画で PDR さんは PDR さんにこの映画を見てレビュー動画を作って欲しかったら是非高評価お願いします結果高評価が 1> 1万を超えました、はあ、なので約束通り今から見に行きますみいみいし今からウームの映画を見に行くんですけど一緒に見に行きますか <laughs> はいわかりました。 No, God, no, God, please, no, 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 no. no! わかわか映画見終わって戻ってきましたと言いたいところなんですけど気持ちを整理するために時間が必要だったので見てから数日経ってますどんだけひどかったんだよ今から感想を言いますけどこれはあくまで PDR さんの個人的な意見なのでご了承くださいねあと当たり前ですけど映画館で見たので映画として評価しますちなみに パルコの一番上のちっちゃい映画館で見ました。平日の金曜日に見たせいかわからないですけど、15人から20人ぐらいしかいませんでしたね。やりますね。上映前に流れてた音楽、選曲した人、グッジョブいや、それ映画関係ないだろ。あ、あと、予告で流れてたタイカ YTT の新しい映画がすごい面白そうだった。それも関係ないだろ相棒、明日君のいない世界でのいいところはあー、そっか。そうだね。 哲也が、徹也だった。はい。徹也は、新平というキャラを演じてるっていうより、自分を演じてますね。ああ<ー>、他は深みのない薄っぺらいキャラばっかなんですけど、徹也は自分を演じてるからかわかんないですけど、他と比べてキャラが確立されてるんですよね。まあ哲也の演技はちょっと、えー、なるほど。で、他に良かったところはう ああと、熊みきが一瞬ニュースキャスター役で出てくるんですけど、多分この映画の中で一番演技がまともだったと思います。小林さんを除いて。あとはああとは。あ、そうですね。町内会の掲示板に猫の写真が貼ってあったことですかね。なんかいいところを無理に探そうとしてないうん。This sucks. <laughs> 癌で亡くなった親、高校最後の夏幼なじみの友達チャリ漕ぎながら叫ぶ」と薄っぺらいお涙ちょうだい JK 向け映画の要素はたくさんあるんですけどそのジャンルの中でもかなりストーリーは薄っぺらい方だと思います。 このおまけでもらったポストカードと同じぐらい薄っぺらいですそんなにあらすじ前の動画で読んだんですけど誠、ま、は田舎で暮らすすごく普通の高校生小さな商店を営む母と小学生の妹と3人暮らししている幼馴染の新平は夢見がちなお調子者同級生の遥かに思いを寄せるが遥かが好きなのは まことだと気づいている。そんな彼らの前に、水木が現れた。高校3年生のひと夏、彼らは世界の広さと青春のほろ苦さを知り、少しずつ大人になっていく。このあらすじ、映画の9割です。マジかよ。少し付け加えると、こっからネタバレに入るんですけど、映画を見る予定の人は、この時間まで飛んでってください。まあ、この動画見てる人で、この映画見る人いないと思いますけど。突然現れた水木は、 記憶喪失。出たー。そしてじ、そして、そして実は彼女は、もうすでに、<laughs> そしてじ、<laughs> そして、実は彼女は、もうすでに死んでたっていうオチです。 シックスセンスかよシックスセンスと違って割と早い段階で気づくんで、ネタバラシされた時に別に驚きでも何でもないですね。そっか。会話がなんかちょっと不自然でしたね。なんて言うんですかね。普通の人こういう会話しないだろうっていうところが結構あって気になりましたね。あ、あと、最初らへん学校のシーンがあるんですけど、下校してる女子高生のエキストラが、ねえ、夏休み何する夏休みはやっぱタピオカっしょ、タピオカみたいな会話をしてて、 pdr さん女子高生じゃないんですけど、女子高生バカにすんなよって思いましたね。あと、まだあんのこれ脚本あんま関係ないかもしれないですけど、ソラチーが水木と恋に落ちる描写がすげえ雑。恋に落ちるのって突然なんですけど、その描写もうちょっと何か、まあや、すごい安っぽい手法なんですけど、モンタージュを使ってこうだんだん仲良くなっていくのを見せればよかったのになんか、 すごい最初ソラチー煙たがっててちょっと一緒にいて恋に落ちるっていうすごいソラチーお前の恋はそんな安いもんなのかみたいな感じでしたね全体的に演技が結構悲惨でしたね The room とまではいかないけどいい線行ってましたね はい、ドギー。You're my favorite customer.Thanks a lot.Bye. ソラチーの妹役の方のセリフが全部、わぁ、お姉ちゃん一緒に遊ぼう。みたいな感じでしたね。まあまあ、子供なんだから仕方ないって。ソラチー、ソラチーごめんよ。ソラチーは父親ががんで亡くなって以来、泣かなくなってしまったちょっとクールな誠を演じてるんですけど、ところどころちょっと棒読みっぽいし、 クールっていうより感情がないように見えることの方が多かったですね。泣かなくなってしまったと感情がないってちょっと違うような気がするんですよね。感情表現って難しいよね。<ん>水木役の水戸さんは逆にとりあえず大声を出して演技があまり上手くないことを我慢かしてるように見えました。<laughs> もちろんこれは全て役者のせいではないですよね。脚本がゴミでディレクションが良くないと役者もいいパフォーマンスができないんですよね。スターウォーズエピソード1,2,3に出てる役者のほとんどが これに当てはまりますね。あ <laughs> あこっからは PDR さんが個人的に気になったちょっと細かいところですね。ひろきさん初の映画監督作品なんだから多めに見てあげようよ。やだ !PDR さんは1900円を払ってこの映画を見たんだからケチをつける権利はあるはいはい。まず夏だということをすごい強調したいのはわかるんですけど、サチュレーションと青を上げすぎ。そしてショットのチョイスが結構、う、えー、相棒みたいな感じだったんですけど、まあはい。 映画監督デビューなんでそこは多めに見てあげます<ん>あとところどころカメラが揺れすぎなシーンがありましたねソラチーが急いで家を出るシーンがあるんですけど急いでる感を出すためにカメラを少し揺らすのはわかるんですけどこんな感じでした <music> ソラチーとミズキが最後に会うシーンで2人が街をバックにして座ってるだけのシーンなのになぜか結構揺れてるんですよ揺れてて全然集中できませんでしたね そしてこれはもしかしたら PDR さんしか気づいてないことなんですけど、じゃあよくねうるせえ <laughs> はぁ。水木と遥が雨の中で傘を差しながらブランコに座って話すシーンがあるんですけど、うん。二人が映ってるシーンだと、あまり雨が降ってないんですよ。でも水木にカットした瞬間になぜか大雨に切り替わってるんですよ。雨が急に強くなっただけじゃねそう思うじゃん。でも会話が終わった後に水溜りのショットになるんですけど、水溜りボンドじゃないですよ。水溜りが映ってて雨が ポツポツと落ちてるのが見てわかるんですけど、効果音が大雨の効果音なんですよ。ザーって。どっちなんだよ<ー> ?1 一からやり直す。相棒映画って演技と映像が微妙でも、ストーリーがすごくいいと、なんとかなるような気がするんですよ。逆に良くないと、この映画みたいになる。そっか。 脚本書いた人の名前ちょっと調べたんですけど、ほとんど舞台の脚本を書いた経験しかなく、テレビと映画はこの3つだけですね。ウームさんのお金があればもうちょっと経験のある脚本家を雇えたのでは。お金あんま使いたくなかったんじゃないあと話題作りのために YouTuber を使うのはいいと思うんですけど、主役はもうちょっと経験のある俳優を使って YouTuber を脇役にした方がいいと思います。 この映画はソラチーとテツヤの大ファンの人以外には全くおすすめできません。これ映画館でやる必要あったの別に YouTube プレミアムでもよかったんじゃねウームがうちの YouTuber はテレビに出たり音楽を出したり映画を作ってますって自慢したかっただけなんじゃないなるほど。前も言いましたけどウームさんとお金とコネクションがあればもっといいもの作れると思うんですよ。多分。これは世間に YouTuber ってゴミ動画を作ってる人だけじゃなくて他にもこんなことができるんだって見せるチャンスだった。 ののに残念ですね株が暴落したのは分かりまあ次回作に期待ですね。本当にそう思う半分はより良いものを作ってほしいけど、もう半分はもう二度と映画作ってほしくないです。てか、相棒って映画とか作んないの ?PDR さんは映画を作るより映画にケチをつける方が楽しいから。 いやー、まさかここまでひどいとは思いませんでしたね。ひどいといえば、<笑 diction の naden> PDR3 パーカー絶賛発売中です。ジップアップバージョンとジップアップバージョンじゃないやつがあります。興味ある人は下のリンクから飛んでってください。この動画も結構時間かかったので、高評価お願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。買ったり、ブルーボタン、ブルーボタン、ブルーボタン、ブルーた。タン、ブルーボタン、ブルーボタン、 いいと思ったんだったら、それはいいと思います。まあ、人それぞれなんで、でもぜひ感想をお願いします。あと、前回の動画とその前の動画、はぜひぜひチェックしてください。では